はい、おはようございます、こんにちは。はい、ご視聴ありがとうございます。はい、今日はセリアとあと一つだけなんですけど、これはどこだったっけ、キャンドゥで買ったものを紹介させていただきます。まずキャンドゥが1点しかないので、はい、こちらですね。こちらレース風のね、食器棚シートですね。これ食器棚用に買ったんではなくって、台所のね、なんていうのかな、そこのね、ちょっとね、流し台の奥にちょっとしたあのスペースがあるんですけど、ステンレスになってるんですけど、そこにこれをね、引こうと思って買いました。はい、あとね、セリアはね、あ、違う、キャンドゥはこの2点だけで、あとセリアですね。こちら買いました。これは一応、キッチンマット、あ、間違えた、ランチョンマットってなってるんですけど、これは普通にランチョンマットとして使おうかなと思ってたんですね。で、これもね、ランチョンマットなんですけど、こういう、私こういうレース柄好きなんですけれど、これとこれそっくりじゃないですか。でも全然違う商品でした。こっちの方がペラペラで、こっちの方がなんか分厚いんですよね。でもこっちの方が少し大きいんですね、サイズが。で、これはランチョンマットとして使おうと思ってるんですけど、こっちの薄い方はですね、食器棚のね、目隠し用に買いました。探したんですよね、食器棚って。中が見えたら、ちょっとなんていうのかな、見た目があんまりよろしくないかなと思って、こういうやつをね、貼った方が見た目がスッキリすると思って、食器棚シートのね、目隠しシートをいろいろ探したんですけど、以前に、このステンレス、前回ダイソーでこちらのね、窓ガラスの目隠しシートってやつを、これ買って、で、食器棚の、引き戸のガラスがあるんですけど、そこに貼ったんですね。で、それやっぱりね、引き戸を、外さないといけないんですね。結構ね、で、綺麗にね、貼れればよかったんですけれど、結構ね、難しいんですよね。ガラス自体に、その凹凸があれば、簡単にピタって貼れるんですけど、もう、なんていうのかな、もう、真っ平ら、ツルツルのガラスだったので、すごく貼るのが大変で難しかったんですね。なので、もう時間もないしということで、こういうシートだったら、もうピタッと貼るだけでいい、楽だなと思ったので、で、扉をね、こういう目隠しシートだとさ、扉をさ、そのプラスドライバーでさ、外して、で、貼らないと、やっぱうまく貼れないんですけど、これだったらもう扉外さなくても、ついたまま、これただピタッて貼ればいいだけなので、で、これにしました。で、あとは、こちらのテーブルクロスですね。以前私テーブルクロスを自分で布で、余った布で作ったんですけど、破れちゃったので。ほんとさ、作るよりさ、本当にもう買った方がすごい安いですよね。作るとやっぱ労力とかも、労力もかかるのでね。で、なんかランチョンマットたくさん買っちゃった。はい。今、台所を片付けているんですけど、本当にね、2階までご飯を持ってったり、もう大変なんですよね。階段も急だし、本当危ないなって思う。本当危ないんですよね。この食器、トレーに入れてさ、運んで下げて。で、それをね、1日1回なんですけどね、そういうことするのは。でも、まあ、ちょっといつか片付けたら、
台所を片付けたらテーブルで食べたいなって思ってるんですよね。食べれればいいんですけどね、テーブルの上で。ちょっとその辺はどうなるか。まあその時用にね、こうこれを引いてね、ご飯食べれたらいいなって思って買いました。で、あとこちら座布団ですね。これちょっと薄っぺらいですけど、これもその1階のダイニングテーブルに引いて、そのダイニングテーブルがもともとこの家にあったものなので、でもう多分物としては30年40年、どうだろう、30年ぐらい昔のダイニングテーブルなのかな。椅子がもう本当に壊れてるんですよね。それでも座れないことはないので、でもその座ってるところのクッションが破れていたので、なのでこちら買いました。で、あとはこれはキッチンワイヤーペーパースタンドホルダーですね。ダイソーでね、こうキッチンペーパーのねホルダー探したらねなかったんですけど、やっぱセリアさんってねたくさん種類がありますよね。ダイソーとセリアって言ったら、私やっぱセリアさんの方が好きかな。なんかデザインとかも可愛いのがたくさんあるしね。で、こうキッチンワイヤーもね、こう種類が、これワイヤーになってるんですけど、あと木、下が、ここのところが木になって、ここの部分もね、木になっていて、それが2種類ぐらいあったのかな。小さいものと、ちょっと大きいものと。3種類ぐらいあったのかな。3種類か4種類あって、私はこれすっきりした見た目のこちらのワイヤーを選びました。これも色もね、なんていうの、ちょっとピンクがかかった白に近い、なんだろう、こんな感じの色なんですけど、違う色もあったんですけど、これにしました。これね、キッチンペーパーをね、置いて使いたいと思いました。こう花瓶ですね、可愛いのがあったので、もうこの辺は衝動買いっていうか、あ、衝動買いですね。1階のダイニングテーブルのところに飾れたらいいなと思って買いました。これサイズとか別に何も考えないで買ったけど大丈夫かな、合わなかったら切ればいいやと思って。こう一輪挿しも可愛いですよね。あ、ラムさんが泣いてる。もうなんかお部屋のさ、あらゆるところにさ花を置きたいんですけど、もう ラムさんがさ、いや、どうしても花が好きなのかな、すぐさあの花をさ食べちゃうんですよね、葉っぱのところを。かわいい。もう一つ、あ、これね、こういうのもね付け足すと可愛いかなと思ってね。こんな感じで。ちょっと、どうだろうな、これ。ちょっと見えないかな。ボロボロがちょっと出ちゃう。ここのね、裏のシール取るのすぐ忘れちゃうんですよね。あとはこれぐらいですね。はい、また何かお買い物した時にはね、紹介させていただきます。はい、ありがとうございました。バイバイ、ハッピーライフ。はい、これね、ダイソーじゃないわ、セリアでね買ったこのシートですね。はい、こんな感じで貼り付けていきます。あとね、ここにね縦に付けようと思いますね。で、以前ここをやったんですけど、このダイソー、これはねダイソーの何シート
なんですけど、これすごい貼りづらくて、すごい手こずっちゃって空気ばっかり入ってしまいました。近くで見るとこう汚いの分かりますかね。なるべく遠目で映さないとやばいですね。分かっちゃいますね。バレバレです、はい、あとこういうもんもね、これキャンドゥでも売ってるし、これはテリアでも売ってますね。これ食器棚のねシートなんですけど、ちょっとまだ片付けてる途中なんですけど、ここに引こうかなってちょっと考えてるんですけど、ここの下もね結構汚れてるから、ここにサイズが合えば引こうかなと思ってます。ここ一応綺麗に拭いたんですけど、やっぱりね落ちないんですよね。長年のなんか昔ながらのなんか汚れがこびりついちゃって、本当はこの辺とかもねすっきりさせたいんですけど、今ねここのなんかいろいろ考えてますね。でここもカーテンかなんかつけたいですね。ここ借家なのでずっとここに住めないので、そんなにあれこれねいじっても、まあ、どうせ引っ越しちゃうから、ちょっとあんまりね変えてもいじってもしょうがないなって思ってるんですけど、まあでも簡単にできることはねやろうかなと思ってます。これなんかこの棚もねいいなと思って、これセリアですね。これダイソーとセリアと違うお店なのに色がなぜか一緒なんですよね。合ってるんですよ。これダイソーでしょ、これセリアなんですよ。なんかこの色が最近すごい好きなんですよね。これもまだねあのとりあえず置いてる途中なんで、これラーメンのこんなところに置いて、本当に収納が苦手でとりあえずっていう感じで置いてるだけです。これまたね綺麗にあの揃ったら、綺麗になったらまたあのメインの方でね紹介できたらいいなって思ってます。とりあえずこんな感じですね。汚いでしょうこの13も置き場所がないから、とりあえずここに置いてるんですよね。でこのコソリのノンフライヤーも多分これからはここに置くと思います。これしょっちゅう使っているので、これはね本当に良かったですね。こんな感じで、シートありましたね。やっぱここね、どうせだったらこれとこれとやっぱ統一した方が全体的に見栄えが良くなるよね。これさすごいさ結構頑張って貼ったから剥がしたくないんだけど、でもやっぱりこれをやっぱ統一した方がいいな。ちょっと考えちゃうな。あんまりなんか見た目がねよろしくないよね。でこのこれもねこの間ちょっと時間がかかっちゃったんだけど食器を処分しました。なのでこれも処分して、これをどかしたらねちょっとここのスペースが空くので、今がなんかここってねすごいなんか電気の影が入っちゃって、こう撮影すると自分の影がどうしても映っちゃうんですよね。